皆さんこんにちは。小町、ユス、東急、VSE。という感じで、今回は皆さん揃っていますね。今日でプラレールアタックは3年経ちますね。そのようだな。というわけでまず、3周年記念の紹介です。今回の3周年記念は、大運動会に決定しました。え？大運動会？確かに、チームがまだ全く決まっていませんよね。まあ初めに聞かれたらそう考えますよね。なので今回はチーム紹介をしたいと思います。なるほどな。でもどうやって決めるんだ？まあとりあえずこの画像を見てほしいわね。おお、メンバーたちだな。あれ、こんな撮影された覚えありませんよ。鋭い。実はこれ、実況車両4両を除いた車両が側から縦に形式順で並べてあるんだ。なるほど、エクスプレス。でも役職群を抜いてどうするんですか？今回は私たち実況車両でこのコースでバトルし、生き残った順に、1グループ、2グループ、3グループ、4グループ、みたいな感じで分けようと思います。まあこのバトルで勝利した車両が、これからの運動会で有利だとは限りません。むしろ最強戦がいるのでこの先暗いかも。まあとりあえず戦おうぜ。了解しました。さあ始まったぜ。なんか画面右下に我が弟が。ほんとだ。少し画面に映っちゃっていますね。というかみんな早くない？僕だけ圧倒的に遅いのですが。まあ唯一の1スピードのノロマなんだからしょうがないんじゃない？ノロマよな。というか今日元気ないんですか？え？何言ってんだよ、だるいよ。マジっすか。というか VSE 脱落しそうじゃない？そうみたいですね、助けて。というか私これ絶対脱落しましたね。ちょっと待って、小町に続き僕もまずいです。というかその体勢も脱落判定でしょ。さああとは俺と VSE だけだな。わかってると思うけどこの試合は一回戦だけですからね。ということは、今のところ小町が4位で160を K が3位か？そのようですね。で、俺と VSE で1位か2位を争うと。ほう、でもなんか結構時間かかりそうですね。このコース衝突箇所少ないので。まあ今倍速してるしな。現在10倍速っぽいな。めっちゃ長いですね。もしかしたら私の思った通りかも。というか思った通りなんぜ。まあそんなこと話していたら倍速終了しましたね。勝ったぞい。というわけで大運動会のチームは、コマチームはこんな感じ、減衰チームはこんな感じ、中上チームはこんな感じ、そして軍装チームはこんな感じ、となりました。というわけで今回はここまでとなります。まあチーム覚えなくても、ビニールテープで区別しやすいように、しようと思います。ご視聴、ありがとうございました。